ど、ゆっくりこすずです。ゆっくりまみぞうじゃ。今回は2021年度鳥取大学の高校別合格者数を発表していくよ。一部の推薦も含むのじゃ。いつものようにまみぞうさんが読み上げるよ。じゃあ始めるよ。第30位松阪高校、海明高校、兵庫高校、東洋大姫路高校、近大豊岡高校、岡山一宮高校、岡山城東高校、岡山白陵高校、第23位一宮南高校、四天王寺高校、須磨学園高校、白陵高校、米子西高校、岡山総山高校、岡山高校、第17位峰山高校、ひばりが丘学園高校、松江南高校、岡山朝日高校、岡山宝泉高校、倉敷西洋高校、第14位姫路高校、八津高校、倉吉西高校、第10位八日高校、姫路色彩高校、鳥取城北高校、出雲高校、第8位姫路東高校、松江北高校、第7位津山高校、第6位豊岡高校、第5位辰野高校、第4位倉吉東高校、第3位鳥取西高校、第2位米子東高校、第1位鳥取東高校。はい、鳥取大学の合格上位高校でした。最後までご視聴ありがとうございました。